新しい一日の始まりね。今日は何をしましょうか。私は特に予定もないし、あなたに付き合うつもりよ。おはよう。授業までまだ時間があるし、カフェラウンジに行きましょう。朝はハニーカフェオレを口にしないと目が覚めた気がしないのよ。待っていたわ。 さランチの時間よ。えあ、ごめんなさい。その、タルトが来たのかと思って。そろそろ家に帰らないと。私、帰宅部だから。よく誤解されるのだけど、帰宅部は自称じゃなくて正式な部活動なの。活動内容は、もちろん帰宅よ。 タルトからメッセージが来ているわ中身は「おやすみなさい」<laughs> スマホは苦手だったはずだけど頑張ったみたいねあなたは聞いたことあるいえ学園内にタルトのファンクラブがあって会長はレック学年主任だって噂があるの。 不吉な気配を感じるわね。行きましょう。町の平和を脅かす者たちを、このままにしておけないわ。もう一人の自分と会うのは不吉の前兆だと言うけれど、もし本当に自分の分身と出会ってしまったら、どうするのが正解なのかしら。 好きな食べ物は、そうね、甘いものかしら。別に、隠しているつもりはないんだけど、そう言うと、なぜか意外そうな顔をされるのよね。メガネ先生、不思議な人よね。前は科学の先生だと思ってたけど、保健室にも出入りしてるみたいだし、 そもそも本当に先生なのか帰宅部の活動内容についてよく質問されるんだけど答えに困るのよね別にエクストリーム帰宅とかそういうのはやってないからあこの子かわいいほら ショップのわっこっちの子猫もどうしようみんな連れて帰りたいタルトは純真すぎて悪いやつらが寄ってこないか心配になるわと言ってもタルトに会うとみんな改心してしまうみたいだけど スマホが手放せないってタイプじゃないけどメッセージの交換やゲームくらいはするわ最近のお気に入りはかわいいキャラを箱詰めするパズルよお嬢様は身近に何人もいるけれどエリザは別格ね人に命令するのが当たり前そういう世界に住んでいた人よ メリッサはお父様が先生をしていた縁もあって幼い頃からサンラピュセルに通っているの私たちの中では学園に一番詳しいんじゃないかしらディーナ最近切れ味が良くないけど大丈夫あ聞かれてしまったかしらディーナはその お気に入りのテーブルナイフの名前よ。